ゲームスタート。どうもこんにちは、こんばんは、岩です。稲妻イレブン3ジョーが前回の次からやっていきましょうということで、今回目的地下修練場だ、日本海西エリアへ行こうということで、やっとですよ、やっと修練所解放されますよ。でもね、俺ね、修練所あんまやったことないんだよね。つい最近、直近で言ったら少し前のあのレイトン教授の見つけるっていう、稲妻イレブン1でレイトン教授見つけるっていうね、動画で言ったっきりで、いや久しぶりだね修練所。工藤監督のことを工藤くん、ここがお前たち稲妻ジャパン専用の地下修練所だ。ナヨコット島には各国に一つずつ専用の修練所が設けられているんです。なんかでも修練所ってあれジャパンエリアしか行けないよね。僕たちは、私たちが使えるのはこの稲妻ジャパンエリアの修練所一つだけになります。修練所なんか難しかった記憶あるんだよな。難しいし長い記憶がある。一体この先にはどんな試練が待っているんでしょうか。たとえ何が待っていようと乗り越えてみせるさ。さあ中に入ってみよう。いやー懐かしいな、地下修練所。やっぱライモンの地下って印象がねすごい頭に残ってるからね。うお、なんかめっちゃ人いいんだけど、めちゃめちゃ、これ工藤監督に話しかければいいの、と見せかけてもこっち話しかけるから、あいいの、マジでこっち話しかけていいの。はい、あいっぱいできる。え地下修練所、えジオーガってさ、なんかもう一個修練所なかったっけ。まあ、これ工藤監督に話しかけてみようぜ。まずこの程度の試練でも超えられないようでは世界を相手に戦えるはずもない。あ、まあとりあえず修練所やれと、そういうことですか。まあ4人のメンツは遠藤、ドルフィン、染岡、ヒロトでいっかな。あ、まあブロック技ないけど大抵のショートなら遠藤くん止められると思うので、まあとりあえずやっていきましょう。まあ、じゃあどうしよっかな。なんかいいね、この石碑のマークいいね、こういう感じ。あのゴッドエデンスタジアムとかにありそうだね、こういう石碑の画像。まあどうしようかな、まあ無難に不思議コースでいいかな。うん、GB と TP アップさせときゃいいみたいなところあるしね、とりあえず。おお、なんかドンキーコング思い出すわこれ。それでは奥へお進みください、健闘を祈っております。おい怖い怖い、普通に怖い。ドンキーコングとハリーポッター死の秘宝パート2を思い出すわ。おお、早速宝箱は、これはいいんじゃないの。うわ懐かしいね BGM が。ミネラルウォーターを手に入れた。これどっち行く、上行く、右行く、左か。いやーまあ左かな、上には行かないでいいよ。上なんか危ない、上は危ない。よしよしよし、お、また宝箱、ほらここで上見て、まあミネラルウォーターしか落ちとらんな、ほんと。なんかいらないもんのよこしてない、俺らゴミ箱だと思われてない。まあとりあえず上行こうぜ。いたね早速。これ俺昔なんかロープがくるまってるように見えたんだよね。うん、こいつらがして、いやなんで喋んだろうっていうね。先へ進みたかったら私に勝ってみろ。おお、なんか、え、この BGM めちゃめちゃかっこいいんだけど、聞いたことあるね。まあフォーメーションはまあこんな感じでいいかなと、やっていきましょう。ではまあヒロットの流星ブレードあたりも育てたいが、我が、お、え、な何やってんの今。ボール取れたら普通にダイレクトシュートでいけたでしょ、染岡。まあこれ染岡でね、カバーしていきましょう。自分のミスは自分で取り返すと。うわ、マジック V2! あれ、強ない？技使ってくんのか？なんか相手ネオジャパンのユニフォームか、これ。これタックルで。わー、取れないか。まあさすがに。でもこいつ、シュート持ってるかな？まあまあこれ、遠藤くんキャッチで多分どうにかなると思うんで。まあ、でも、技レベル上げてるときにゴッドハンドとか使ってもいいのかもね。まあその辺考えながらね、稲妻イレブン奥が深いから、奥深いゲームだから稲妻イレブンは。さあパス出して、あもう一回ワンツー、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 だがワンツー、ナイス、いいクロスですね。これはではドラゴンスレイヤーのね技レベルも上げていきたいんで。でもこれ初っ端のこんな大技使って大丈夫かな。まあドラゴンスレイヤーと最後に試合あった気がするからね。はい、ナイスシュー。よっしゃ、ではまず1点、これでまあ突破はできるけど、ザ・ワビサビチーム名のセンスよ。よいしょ、何ももらえないか。まあさすがに修練所相手では獲得アイテムない感じかな。お前たちの勝ちだ、先に進むがいい。まあ上しか行けないんで、まあとりあえず上行きましょうか。これサッカーバッ、え早ない、まあ、これもう行っちゃう、これもう下行けないよね、戻れないもんねこれね。行くしかない、行くしかないじゃんこれ、早ない、こんな早いもんか。よくぞここまで来た。最後の試練は15分ハーフの試合だが、勝ち残れるかな。ということで稲妻ジャパン VS 地下修練所と、15分ハーフですね。15分ハーフって言ったらやっぱなんか8人制の試合を思い出すな。さあということで稲妻ジャパンフォーメーションは、うん、まあ悪くないね、これでいいんじゃない。さあでは地下修練所フォーメーション、見たことあるやつはいないけど、あ選手情報見れないんだ、
なるほどね。まあ、とりあえずヒロトとエンジとあとリュウゴか入れましたと。まあこれでいいや。ではやっていきましょう。とりあえずね S ランク15分で5点入れらっかな。どんどん打ってけばいけると思うけども。さあ染岡上がって逆サイド、これかわせるか、ヒロト、いや無理だ、ドッペルゲンガだと。おお、この技懐かしいな。なんかこの稲入れ2にもなかったか。まあブロックしていきましょう。まあドルフィンはボディ技結構使ってくるね君ら。15分ハーフなんでね、なるべく早めに先制は決めておきたい。無理に S ランクね目指さなくても。じゃあこれキドウ君ブロック。あーモグラフェイントまだ使ってくるか。でもこれで、でもいいな、エイリア学園みたいに TP が消費されないとかではないからね、戦いやすいっちゃ戦いやすいね。さあではこれ真空まで取っていきましょう。もう飛び高は真空魔一本の男だから、飛び高と小暮は真空魔とね扇風陣一本の男だから、もう浮気しないねこいつらは、もう一筋の男よ。さあパス出して、いいね、いいパスだ、いい連携、いい連携で、エンジ、エンジ何どこにパスだ、おお、なんだなんだなんだ、勝手にパスしてるこいつらか、いいパスだ。あれイナイル3って真までだよね。では爆熱スクリュー回、これはいけるでしょさすがに。ゴーンジ君の爆熱スクリュー回よ、なんて言ったって、えコースが甘いような気がするけど。出たアイスブロック、まあ効果は今一つ、まあ抜群か、ナイスオッケー。張り切っていこうぜ。たまにねコース甘いとねどっかねポカすからね。ではではどんどん決めていきましょう。でも15分ハーフっつってたからね、もうそろそろ終わりそうだが、ナイスブロック、いいパスカットだこれ。不動はキラーフィールズ覚えてるはず、この技よ。お津波、いや津波と不動のキラーフィールズなんかいいね、異色の組み合わせ悪くないね。おということで前半終了、まあ1点取れたんで、まあまあまあと。さあ早く本気を出してくれ、煽り煽ってくね、ヒロト君、君さっきからブロックされたばっかだけど、煽りは1人前、煽りは1級ヒント。さあさあでは後半やっていきましょう。まあ、とりあえず染岡君あたりでもう1点決めていきたいところ。ナイス、これがダブルの力、ダンボール戦、これがダブルの力だってなんかあったよな。これ何、このエフェクトって何、毎回時々思うんだよね。イナイル3でこのスンって横に飛ぶエフェクトシーン何。うお、ホワントレイン出た、車田先輩のね過去技っていうか原生技って何、元技。これ取っていきたいところ、あマウンテン、まだお負けた。えザ・マウンテンってあれファイアードラゴン戦で出るんじゃなくてイナイル3ではあれかレベルアップか。まあこれじゃあとりあえず打ってきてもらってもいいかなと。オッケー、ではまあこれゴッドハンドを、あそうかゴッドハンドを覚えさせないといけないのか。まあ怒りの手ついで、まあまあまあ技レベルというね感じも兼ねて、まあ使ったと、使わされたんじゃなくて使った、大事ここ、コンピューター相手に使わされたなぞ、口が裂けても言いたくないよ。おこれドルフィンボディ強いからナイス、負けてらんないぞと。いい小暮、いい場所いるね。サイドバックワンタッチパスからの染岡がサイドからグン、いいんじゃない。おバーニング使ってきた、まあこれ、あでも染岡バーニング使わないとドラゴンスレイヤー使えないか。まあじゃあこっちもバーニングしてドラゴンスレイヤー使っていきましょう。でで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 で、さあ行きましょう、とどろけドラゴンスレイヤー、よいしょー。まあ相手アイスブロックだったんで多分いけるでしょ。グレートバリアリーフ、まあ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 属性もいいしいけるべ、ナイスー。さあではもうこれで大丈夫かな、うん、残り1分なんで多分いけますね。さあではもうゲームイズオーバーだ、もうシゲの五郎のね最後の1球、最後のあれ投げる人は最後の1球でいいのかな。さあではこれで終わりかなってことで試合終了、2対0、まあ15分ハーフで2点取れたならまあいいんじゃないかなと。でん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 と、なんかもらえっかな、よいしょ、あ何ももらえないし、レベルアップしたの2人、よくやった、これでお前たちは強くなったぞ。おかえりなさい、こちらが今回の結果になります。どんぐらい上がんの、だいたい1アップか、全体的に1アップか、 TP も1アップだね、うん、え少な、こんなもんなの、効率悪いね。おメガネくん、ふうさすが世界レベルの修練所だ、なかなかハードな内容だったな、まあ必殺技使ってきたしね。そうそう、おライオコット島にはもう一つの別修練所があるんです、場所はエントランスエリアにあるセントラルパークで2つのコースがあるそうです。今の君たちがクリアした試練とはパワーアップの仕方とかも違うのでチャレンジするといいですよ。これですね僕がさっき言ってたのは、ほう
エントランスエリア、セントラルパーク、こっちの方が確かねめっちゃレベルアップできるんだよね。セントラルパークに修練所か、そういうことはもっと早く言えってんだよ。まあまあ挑戦できる修練所が多いのは嬉しいじゃないか。それじゃあひとまず外に出ようぜ。工藤監督帰っちゃったね。そんな工藤監督待つの苦手。お、ストーリー進んで、おお、怖い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 、どうな、そんな簡単に入ってこれるもんなの。稲妻ジャパンエリアの前、俺の魔法陣で守られてるはずなんだけどな。ほう、珍しいところで会うもんだな。おじさん、どうだ、お前さん自身のサッカーは見つかったか。それがやばいな、このおじさん俺を後ろの川に突き落とそうとしてるんじゃないかって。もうそういうね、人間不信だから俺今。ほう、なるほどな、ナイツオブクイーンのストライカーにコテンパンにやられたか。今の俺にはエドガーのシュートは止められない、新しい何かが必要なんだ。何かが、シュートは止めないといけないのか。エンド、ゴールに入らなければそれは点にならない、そういうことじゃないのか。エンド、新しい何かか、まあそれに気づいただけでも一歩前進だな。止められないのなら止めなければいいのかもしれんな。ちょっとさ、俺よりかっこよく言うのやめてもらえますか、おじさん。あの、俺よりかっこよく言うの本当にやめてほしいわ。え、何、年寄りのたわごとだ、忘れてくれ。まあ待ってくれ、それってどういう、お、冬っぺ、守るくん、どうしたの、日本宿舎へ戻ろう。まさかあのおじさん見えてんの俺だけ、そういう、そういうやつ、なんか妖精的な、見えてないだろこれ冬っぺ、やめてよ俺のイマジナリーフレンドみたいな。え、見えてる、俺冬っぺもこっち側、うなに、やめて、もうやだ俺そういう心臓の声、やだもうやだ本当に、これやだ、どうしたんだろう私。ちょ、レベル5が俺の体調を崩しに来てる、やめてよそういう急に、急にそういうの出してくるのマジでやめて。特訓が終わったら宿舎へ戻ろうということで、まあまあまあ、ではとりあえず宿舎へ戻って今回終わりにしようかな。お、あきちゃん、ただいま。おかえりエンド君、今日の特訓は終わりにする。はい、うん、お疲れ様、たくさん食べてぐっすり眠って明日の初戦頑張ろうね。もう次ナイツオブクイーン戦、お、なんだ、あ、空か、びっくりした、あ、宝箱。そして FFI 世界大会初戦当日、お、いいね、今日も特訓ですか遠藤くん。うわー、キーパー練習はやっぱ一人でしないんだね、誰か、お、やっぱゴインジ君来てくれたか、こんな朝から特訓か。この声は遠藤くんじゃねえや、おーおーおお、キドくんもいいじゃん。なんだかじっとしていられなくてさ、エドガーのシュートを止める新しい何か、もう少しで掴めそうなんだ。お、みんな来た、おーおー、みんな来た、早起きだね。あ、なんだ、もう来ていたんですか、みんな気合が入っちまってさ、ほら見せつけられただろ、江戸川ってやつの必殺技。それ見ましたか、昨日のグループ B の初戦を。ああ、ブラジル代表ザ・キングダムの圧勝だったな、さすが優勝候補なだけはある。今は違うグループだけど、もし決勝トーナメントに進んだらブラジルとも戦うことになるかも。イギリスにブラジル、世界レベルのサッカーを見せつけられて、行っても立ってもいられなくて、俺自身のサッカーを通用するかわからないでやんす。やめろよ、そうやってクリマツが喋ったからって、そんな一瞬 BGM がさ静まり返るのやめろよ。大丈夫だ、確かに世界の壁は高くて厚い、だが俺たちもその中の一員なんだぞ。ここまで来たんだ、思いっきりいろんな国のすげえ奴らと競い合おうぜ。そうだな、ビビってたってしょうがねえ、当たって砕けろだ、砕けたら負けちゃうでやんすよ。当たっても俺たちは砕けはしない、絶対ナイツオブクイーンに勝つんだ。おう、それじゃあ準備ができたら試合会場の海蛇スタジアム、懐かしい、海蛇島にはエントランスエリアの港から渡ることができるからね。わかりました、とりあえず、ではエントランスエリアに行けるようになったらしいんで、まあとりあえずここまでにして、次回では初戦ナイツオブクイーン戦やっていきましょう。ではご視聴ありがとうございました、うん、バイバイ。